南国ムードを感じさせる店内。ハワイでおなじみ、色とりどりのアロハシャツが並んでいます。ここは大阪天王寺区にある谷町アロハというお店です。しかし商品をよく見てみると、どことなく懐かしさを感じさせてくれます。これお相撲さんの生地、浴衣を使ったものとかですね。浴衣？実はこの店のアロハシャツ、日本の浴衣や着物をリメイクしたものなんです。中には相撲の力士が着ていた浴衣を作り変えたものも。お客さんは、実は着物から作られたりしてる。ああ、そう。珍しいね。肌触りかな、肌触りですね。絹っていうんですかね。それのこう光沢感がすごい着心地がいいですよね。このお客さんも自前のアロハシャツを着て来店。若い人に着られるっていうことがなくて、あんまり売れないから、何かいい方法ないかなっていう相談を受けたんですね。店主の合田耕作さん、着物店を営む友人からの相談をきっかけに、およそ10年前から和柄のアロハシャツ作りを始めました。和柄とアロハ、一見ミスマッチな組み合わせに見えますが、アロハシャツっていうのがもともとハワイで日本人が作って売ってたっていうですね、そういう歴史もあるってことも今。アロハシャツは明治時代、ハワイに移住した日本人が自分たちの着物を西洋のシャツに作り変えたのが始まりという説があるんです。もともとこの谷町アロハは、その名の通り大阪中央区の谷町に店を構えていました。大阪で洋服といえば繊維の町船場が有名ですが、大阪の歴史に詳しい専門家は、実は船場に近い谷町もかつては繊維産業の集積地だったといいます。西日本の官庁街、中心街がその政府の出張所を含めてこの谷町市に固まっていると。背広が仕事着ということで、仕事のためのフォーマルな格好されるということがこのありますので、これを修理の町、それから小売りの町がその谷町市に固まった。1960年から70年代、谷町筋沿いには200以上の紳士服店が軒を連ねましたが、中国など海外での生産が増えたことで衰退。そんな中、合田さんは繊維の町谷町という名前を店名に入れ、職人による手作りにこだわっています。平井美佐子さん、84歳。縫製の仕事を始めて60年以上。そんなベテランの腕をもってしても、着物をシャツに作り変えるのは難しいそう。着物は幅が38センチかなんかやから、その中で前身も後ろ身も取らなきませんやろ。こちらはほどいて布状になった着物。ここから必要なパーツを切り出しますが、着物の柄は均一ではないため、どの部分を切り出しどう組み合わせるか、毎回試行錯誤の連続です。谷町アロハで働く職人は現在7人。ほとんどの職人が65歳以上の高齢者で、縫製技術を受け継ぐ若手が不足しているのが大きな課題です。30、40の方でこれからミシンを覚えて仕事にしていこうっていう方に、その技術を伝えて、でその人たちの仕事になっていくっていうことにならないかなという。谷町アロハの値段は1着1万2000円から。決して安くはありませんが、1着1着
丁寧に仕上げ、高い品質を維持します。やはりいいものを高付加価値で販売することによって、まあ、賃金というか工賃もしっかり払えるっていうような仕組みを作りたいなと思っているので、まあ、なるべく高付加価値にしていきたいなと思って、まあ、我々の役割かなと思って頑張ってます。かつてアパレルの街としてにぎわった谷町のブランド、熟練の職人が生み出すアロハシャツは、日本が誇る匠の技とハワイの伝統とのハーモニーを奏でながら、大阪で新しいトレンドを描き続けます。